こんにちは、ひかりです。今回は、先週行ったフリーマーケットの購入品紹介をしたいと思います。今週行ったフリーマーケットだとね、これね、買いましたね。ブラックオックスでね、目が光るやつね。これをゲットしたりしたんですけど、先週のフリーマーケットの購入品紹介ですね。まだね、あの、動画では出したんだけど、あの、お買い物中実況は出したんだけど、購入品紹介は、ね、出してなかったんでね、紹介したいと思います。まずこちら、ババーン 筋肉マン消しゴムですね。いわゆる金消し。これ、1、2、3、4、5、6体かな入って50円でした。はい。正直、あのか、偽金消しみたいのがあって、偽物もあるみたいなんですよね。だけど、本物か偽物かはちょっと僕にはわからないです。したら、こんだけまとまってあったんで、またね、最近よく動画で出してる、こうおもちゃ相撲みたいな、うん、やつとか、怪獣消しゴムと戦わせたりしたいなと思って、 キンマンまだ知らないんだけど、これから読んでいこうかなとちょっと思ってるんで、最近ね、キンマンにも興味出てきたんでね。ちょっとね、あのー、買ってみました。まあ、売ったのはこれだけだったんで、もっと売ってたらもっといっぱい買ってきたかもしんないけどね。よいしょ。こんな感じですね。まあ、これは多分、アシュラマンってやつかな。俺全然知らないんだけどね。とか、こんな感じ。あ、これはわからないな。 うん。で、こんな感じ。これちょっと悪そうだよね。あれ、なんかサイズ感若干違うかな若干ちっちゃい気もするな、ほら。あ、あんま変わんないか。で、あ、これ一緒だ。一緒ですね。はい。あ、これバッファローマンじゃないね。本物か偽物かの見分け方がわかんないんだけど。で、同じのが2体入ってる。 結構ダブりが多いですねよし6体1体だけこの子だけちょっと色は濃いねってことはこの子だけ偽物なのかなどうなんだろうわかんないでもなんかいろんなシリーズとかもあるしなんか最近も金消し売られてますよねガチャポンでねまあ根強い人気があるということではい次がねその 金消しを買ったお店と同じとこで買いました同じお店ではいまずこちらババン米津玄師のアルバムですねこれいい曲入ってるんだよまああのルーザーと最初の飛翔っていうのかなツバササエアレバってやつなんだけどとかねてん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 て iPhone に入れて、そしてこちら、ババン。これもいいやつで、えっとね、いいやつっていいアルバムで、ワンオークロックのアルバムですね。こんな中でいい曲のどれだっけなテイキングオフだっけないい曲あるんだよ。そう。これも50円でしたね。で、ラストはこちら、スパイ a i のアルバム。これは聞いたことなかったんだけど、一応こんな感じの曲が入ってるみたいですね。スパイエア4これも50円でした。 ここら辺がね、全部50円っていうのはすごいと思う。ワンオークのアルバムとさ、今流行りのヨネズケンシのアルバムが50円っていうのは、かなりね、ラッキーだと思う。あ、違うわ。50円なんだけど、なんかわかんないけど、そのお店のものなんか3つで、50円のものは3つでなんか100円だったんだ。だから3枚で100円だったんですよ。そうそうそう。ラッキーでした。はい。 だ小物系おもちゃとかも3つ買えば100円になったんだけどね。それす、あの、最初買った、金消し買った時は知らなくて、そうそう、残念だったですね。さあ、そしてね、今度はなんか家族連れみたいなとこがやってるとこで、これ買いました。5番。マジンガーセットのお弁当箱ですね。はい。まあ、ちょっと状態は悪いんだけど、一応ね、500円って書いてあったんだけど、1個ね、こんな感じで。 ちょっとね、あの、なんか汚れがすごいんだけど、まあ取れるかなと思って。はい、レトロなカン、缶、缶缶のね、お弁当箱ですね。これね、えっとね2、2個あって1個500円だったんだけど、1個だけこう出して、これ200円にならないですかって言ったら、2個で500円ならいいですよって言われて、2個で500円で、ね、買いました。やったね。 正直俺も最初からそっちを狙ってて1個200円だとちょっときび厳しいかなと思ったんだよねだからといって最初から2個で500円ってちょっと変じゃん1個500円なのにだから1個200円って言ったら2個500円って言ってなんかね予想通りの結果になりましたねこっちもね一応こうあってまあお弁当箱として使うわけじゃなくて小物入れとして使おうかなと思って買いましたデザインこんな感じですねこっちの方が色が良くてこっちはちょっと色が薄いんだけど マジンガーセット当時物ではないのかな分かんないけどこんな感じのやつですね多分当時物じゃない気もするんだよなまあレトロなはいアルミかなこれもう、まあ、お弁当ですねそしてまた別のとこで買ったのがえー、これですねゲームソフトはい、えー、ディズニーのディズニースポーツのサッカーですねゲームキューブのソフトでこれがね100円だったかな で、これね、ガオレンジャー。はい。プレステのガオレンジャーのソフトですね。これもね、100円でした。そしてね、同じお店にもう一回行ったら、これがあったんですよ。これを見逃してて、ドラえもん2、トイドラのび太のトイズランド大冒険。これ名前が入ってるってことで、かわかんないけど、なんか2回目だったからかわかんないけど、50円でいいですよって言われて、50円で買いました。はい。まあ、僕はね、ゲームソフトはコレクターではないので、 状態とか、きめはね、あんま気にしないタイプなんでね、50円はいいかなと思いました。はい。スーファミのドラえもんですね。まあ、ドラえもん好きとしてはかなり良かったかなと思います。はいということでね、今回ね、やっぱね、そのフリーマーケットね、前回行った時よりも、ちょっと出店が少なくて、あ今回、微妙かなと思ったんだけど、うん。<laughs> その割にはね、いい買い物ができたと思います。 まあ、古着とかも探せばあったかもしれないけどね。うん。まあ、良かったかな。ゲームソフトは正直もうあんまり集めるつもりなかったんだけど、レトロゲームは。でもちょっとね、ラインナップがあまりにも良くて、ガオレンジャーに、ガオレンジャーから持ってた気もするんだけど、まあいいと思います。で、ディズニーサッカーにドラえもんってこれね、ラインナップが良すぎたから安かったし、買っちゃったし、うん。CD とかもめっちゃ良かった。欲しかったやつ買えた。特にね、この米津ンシのアルバムはね、 レンタルでかあの借りて、聞いてたんだけど、データが消えちゃってさ、iTunes の1回、消えたっていうか消しちゃって、間違って、そう、バックアップしてたつもりができてなくて、だからまた聞きたいなと思ってて、はい。いいんですよ、この、最初の2曲がいい曲かな。まあ、あとは、花火とかも有名かな。でてれて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 打ち上げ花火か。うん。でってれてれてれてててれてててで

なないのかなマンダラケとかとそ,そういうとこでもあんまり磨けない気もするよね売ってるのではねおもちゃ博物館にはあったけどねで金消しはまあそうね6個,であ6個で50円で買っちゃうとこれから1個50円とかで買いづらくなるよねあこれいいなやっぱアシュラーマンアシュラーマンか分かんないけどだけどね金消しズムをやりたいこれでだからもっといっぱい買ってこよう いろんなとこに意外と売ってるから、ね、最近もさでも最近の高いんだっけ200円だっけ1回もしかしたらガチャポンも回してくるかもしれないです、はい、ちなみにねスーパー戦隊もこういう消しゴムがね昔あったみたいでそれをね俺が今探してるんですよ買おうかなと思ってスーパー戦隊消しゴムまた今も出てほしいなウルトラマンとか最近ので大河とかさ出てほしいよね仮面ライダーでもいいけどうん出てほしいですね はい、ということでね、ちょっとこれカメラの位置を若干変えましょう。しょ今回の購入品はこんな感じでした。皆さんもね、ぜひフリーマーケット行ってみてください。僕のね、あのフリーマーケットのお買い物中実況動画があるんで、それとかも見てみてね、フリーマーケットの雰囲気とか味わっていただいて、でね、なんか、あの、近所で夏,夏休みとかね、あの開催されてる量は多いんだけど、だけどね、なんか暑いからかわかんないけど、今のところ俺ね、 ちょっと出店が少なめのところに行っちゃってるから、昨日行ったところもめっちゃ少なかったし、先週もちょっと今一つだったんだよね。だからまあ来週は、この都内とかの、なんかでかいね、あの東京ビッグフリマっていうでかいのが毎週やってるんで、そことか行こうかなと思ってますね。うん。まあ近所のね、フリーマーケット探してね、もらえれば、年に一回ぐらいはね、大体大きい公園ね、フリーマーケットやってるし、一つの市町村、市町村で年に一回ぐらいはフリーマーケット何かしらあると思うんで、 あの探してみてくださいあのねネット上にはフリ,ーマ,フリーマの開催情報のまとめサイトがあるんだよただそのまとめサイトに載ってないフリーマも大量にあるからそういうのはやっぱり、うん、ピンポイントで調べていくしかないのかなって気はしますね結構ねフリーマのまとめサイトね載ってないの多いよ、うん、他にいいサイトがあればいいんだけどね俺が見てるのはなんかフリーマーケットに行こうみたいなサイトがあるんだけど載ってなかったんだよ俺が先週行ったフリーマの片方の方は載ってなくて モコタッパー乗ってたんだけどね。だけど、まあ、乗ってるからといって、大きい振りマとは限らないからね。そこもね、微妙なところでね。ほんと当たり外れがあったりするし。まあでも、今んところ良かったかな。昨日のフリマとか出店数めっちゃ少なかったけど、この子300円で買ってるからね。うん。そういう意味ではラッキーかなと思います。はい。ということで、今回の動画は以上です。この動画良かったなと思っていただけた方は、ぜひ、評価ボタンをお願いします。チャンネル登録やコメントもよろしくお願いします。それではまた、バイバイ。